ということでやっていきましょう。どうもラルございます。ということで今回はですね、スマホ版ニャンコライ戦争ほんわかの方でやっていこうかなと思います。ということで今回ですね、やっていく内容に関してはこちらでございます。ということで、ドラゴンエンペラーズのキャラクターでもあるジャリューヘビージャークの方ですね、今回使っていこうかなと思います。で、このキャラクターに関してもですね、もう当たってから一度もね、ちょっと使うことがなかったんで、まあ、今回せっかくなんでね、ちょっとこちらのキャラクターの方を堪能して使っていこうかなと思うんでよろしくお願いします。では、早速ですね、まずは育成の方ですね、行っていこうかなと思います。まだね、ちょっとレベルの方が1プラス1なんでね、もうなんだかんだでプラス1ついておりますけれども、早速ね、強化させていこうかなと思います。で、その前にですね、ちょっと下のテキストの方ですね、先に読んでいこうかなと思います。暗黒より生まれし世界に災いをもたらす伝説の邪竜。アクション！圧倒的な破壊力で敵を攻撃する。赤い敵と悪魔に打たれ強く、たまに吹っ飛ばして悪魔シールドを貫くっていう感じでございますね。赤い敵とは悪魔にですね、打たれ強いキャラクターでございますね。じゃあ進化後はね、どんな感じになるのか早速ね、評価させてみていきましょうかね。じゃあもう行きます。さあ、ということで、まあ9レベルに上げちゃえばもう進化しちゃうんですけどもね。じゃあとりあえず行きましょうか。行きまーす。はい。さあ、ということで、ジャリューをヘビージャックになったね。うわ、めちゃくちゃかっこいいよ。もうだってさ、もうこのアイコンからもこのかっこよさが伝わるのよ。もうこれ全体見たらどうなるのよって話ですけどもね。まあいいや、じゃあちょっとね、下のテキストも読んでいきます。悪魔との契約により天地を消滅させる力を得たジャリューを、圧倒的な破壊力で敵を攻撃する赤い敵と悪魔に打たれ強く以下省略っていう感じでございますけれども。なるほどね。まあめちゃくちゃかっこいいな。やばいね。じゃあもうとりあえず30まで上げちゃいましょうかね。せっかくなんでね。経験値も最近結構だいぶね溜まってきましたのでね、それを使える時にガンガンちょっと使っていきたいところでございます。さあ、これで、マックスでございますね。はい。さあ、ということで30プラス1になりました。やばいね。やばいよね、このかっこよさ。もう本当にちょっと待って、やばいとしか言いようのないほどかっこよさだね。まあ第3形態もですね、まあ今年中には多分実装されるのかなと思うんですけどもね、まあどんななりになるのか、楽しみにしていければなと思います。では早速ですね、こちらのですね、ヘビージャークの方ですね、進化前とは進化後の方ですね、ちょっと両方ですね、チャレンジステージではどんなもんだか、ちょっとまずは使っていこうかなと思いますので、移動しましょう。さあ、ということで、早速ですね、使って参りましょうか。まずは進化前ですね、ヘビージャークの方を使っていこうかなと思います。コストに関しては5400、ちょっと高めでございますけれども、まぁ、ちょっと生産ね、できるまで待ちましょうか。さあ、ということで、そろそろ出して参りましょうか。じゃあ行きましょう。はい。さあ、ということで、いやー、とんでもない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 。なにこれ？すごいね。うわー、めちゃくちゃかっこいい。で、そんで、このね、トゲトゲのこの翼、これ当たったら痛いよね、これね。いやー、これ人殺せそうな、もうね、とんがり具合ですけれども、やばー、これすごい、とんがりこもびっくりだよね。いやー、でも超かっこいいよ。私これが進化前だからね、もう進化後はもっとかっこよくなりますから。いやー、これやばいわ、興奮止まらないね。もうドラゴン大好き人間からするとこれはもうたまらないよね。これはやばいね。いやー、まあとりあえず進化前はこんな感じでございました。まあ、この新のこのね、攻撃法、なんつモーションっていうの、このね、紫色のこの、いや、たまらんね。まあとりあえずね、ブラックマンの方もすり抜けていきましたけれども、じゃあお次は、進化後の方で使っていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。そういえば赤子の呼吸もやっぱ耐えてますね。さすが打たれ強いでございます。じゃあ移動します。さあ、ということで、お次は進化後でございます。ジャリューをヘビージャークの方ですね、使っていこうかなと思います。じゃあ、とりあえずまた生産待ちましょう。よし、では早速ですね、出して参りましょう。いきます。はい。さあ、ということで、おー、色が濃くなって、しかも待って、このさ、まとってるやつも増えたよね。さっき攻撃するときの、なんつう、このたまたまみたいなのも、増えたね。いや、すごいね、これ。うーわ、これはすごい。うわー、で、しかもさっきのこのね、炎みたいなやつもね、もう増してるもんね。これすごい、増し増しになっておりますけど、いやー、これやばいね。いやー、で、一応このキャラクターに関しては、まあ、悪魔と赤い敵に打たれ強いんで、じゃあ次あれかな、対悪魔で使っていこうかなと思います。いや、これはとんでもないね。
こしかもこのさ攻撃するときにこのなんて言えばいいのこの体のさこのなんつうのこの濃いところにあるこのビリビリビリってなる感じで、ちょっと待って敵出てきてくんないかな。そしたらちょっと表現できるんですけどもね。さあということで、この紫色のこのビリビリになってるところが表現できないけどめちゃくちゃかっこいいという、ただそれだけの話。で、あのこの胸のところものね猫もですね、まあちょっと狂乱チックになってる、そこもねちょっとポイントなのかなっていう感じでございますね。いやーすごいねこれね。いや今回もこの興奮こう何興奮ですね、興奮止まらぬ感じ、いや強い強いいやもうさっきの取り巻きも一掃したもんね。いやさすがだよこれ、やばいな。うわベビーラッシュで一気に出したらもっとやばいよね。あーまあとりあえずじゃあ次はちょっと対悪魔で使っていこうかなと思います。いやすごいもう心臓バクバク。さあということでお次はですね魔界編の長崎県の方で使っていこうかなと思います。まあ一番最初のステージなんでね、まあ全然難しくはないんですけれども、まあとりあえずちょっと悪魔シールドを貫く瞬間が見たいんで、とりあえずですね、まあ生産できるまで待ちましょうか。よしじゃあそろそろ出していきましょうか。いきます。はい。さあということでかっちょいいね。やばいねこれね、もうとんでもないよね。おーいいね、割ったね。いやこれはすごいね。まあ多分これで多分なんとかなるかなと思うんで、このまま様子見てまいりましょうか。うわめちゃくちゃかっこいい、これやばいね。いやもうね、なんで使わなかったのかよくわかんなかったけどね、もう超極猫祭で当たってから結局本当にね、もうそっからなんか数週間経っておりますけどね、まあ、もう全く使ってないからね、もう使えて話ですけどもね。はい、ということでそんな感じでございます。さあということでお次は地獄門の方で使っていこうかなと思います。どうだろうね、どれくらい耐えるのかわかりませんけれどもね、まあとりあえずちょっと使いつつですね、まあ様子見ていこうかなと思います。どうしようかな、タイミングはもう出しちゃってもいいか。うん、じゃあ行きます。はい、まあここからはですね、まあ適当に壁を出しつつですね、やってまいりましょう。さあイノシャシどうだろうね、サクッと倒れればいいんですけれどもね、まあそっからはまあこっちのターンですね。あとはそれはね、ダチョウが来たらまあめんどくさいんで、うん、ダチョウが出る前にちょっと終わりにしたいところでございますけれどもね。まあレベル50にちょっとさせてないんで、その辺がちょっとあれなんですけどもね。いやちょっとレベル上げとけばよかったな。まあいいや、じゃあとりあえずこんな感じ行ってみましょうか。でまあニャンマも出しつつこんな感じ行きましょう。ちょっとねパイパイね入れようかなとか思ったんですけど、さすがにそうしたらねもうちょっとぬるくなってしまうかなと思ったんで、ちょっと入れずに、やってまいりました。さあということでイノシャシがサクッと倒れてくれればこっちのターンでございますけど、なかなか倒れない。よしオッケー、じゃあこっからこちらのターンでございます。どうだろう、いけるかな。いけ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 、ヘビージャークよ。あでもいいんじゃない。よしいい感じいい感じいい感じ、ノックバックもしてないしね。よし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 、あーもう来た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 、もうダチョめんどくせんだよなもうこいつが本当にだるいんだよ、こいつがねいなければ。あーでもノックバックしてしまったね。でも何回耐えた、でも結構攻撃耐えてるよね。なのでまあだいぶで50すればもっとあれかなと思うんでね。いやー強いね、なかなか強いけども、あー待ってこいつ何回ノックバックなんだろう。でもなんか次で行っちゃいそうな気がしますけれどもね。いやーこれどうだろう、なかなか怪しいような感じがするんですけど、あーなるほどね、あーよう頑張りましたね。さあということでだいぶお片付けができましたので、こっから反撃に入ろうかなと思います。そろそろ多分倒れるんじゃないのかな。いやーできればヘビーシャークでとどめさせれればなとか思うんですけどもね、さすがにどうだろう。あーオッケーオッケーオッケー、いけたね。うん、まあさすがにこの編成じゃまあ問題ないか。はい、ということでそんな感じでございました。まああとはこのめんどくさいダチョウを吹き飛ばして、とりあえずね、まあ今回はこれで、終わりにしようかなと思います。またとりあえずなんか使う場面がありましたらですね、また使っていこうかなと思うんで、よろしくお願いしまーす。はい、ということで今回はですねこちらのキャラクタージャリューヘビージャークでございますね。当たってからねもう一度も使ってなかったので、ちょっと今回ねちょっと使ってみました。まあいろんなステージでね使ってみましたけれども、やっぱかっこいいね、もう進化前も進化後もねもう両方かっこよかったんで、まあとりあえずですねまたちょっとねいろんな場面に使っていければなと思います。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、おまけ。
ということで、まだですね、時間に余裕がありましたので、こちらのヘビージャークの方ですね、まだまだ堪能して使っていこうかなと思います。お次はですね、日本編1章から3章の最後のステージ、両表島の方でですね、こちらの編成の方で使っていこうかなと思います。あ、編成名はちょっと気にしないでください。ということで、現在ですね、まあ、レベル30なんですけど、今からですね、30レベルから50レベルまでちょっと上げちゃおうかなと思います。ということで、キャッツアイの方もね、もうめちゃくちゃもうね、持て余してるんで、そろそろちょっと消化していかないとかなと思いますので、ちょっと今からですね、もうサクッと、レベルの方上げちゃおうかなと思いますので少々お待ちください。はい、ということであと1レベルでマックスになりますんで、もうパワーアップさせちゃいましょう。いきます。はい、さあ、ということで50レベルでございます。経験値も結構減りましたね。はい、ということで、もうガチガチに強くなりましたので、早速ですね、使ってまいりましょうか。まあ、まずはね、第1章なので、まあ、ウォーミングアップがてらですね、やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速参りましょう。さあ、ということで、まずは第1章でございます。一応、壁に関してはですね、一応念のため、入れておきました。まあ、多分1章から2章までは、正直壁出さなくても問題ないのかなと思うんで、まあ、極力あんまり出さずにやっていこうかなと思います。もう3章に関しては正直壁ないとちょっと厳しいのかなと思いますので、まあちょっとね、まあ2種類ですけれども、ちょっと壁入れてやっていくんでよろしくお願いします。さあ、ということでガンガンちょっともうね、もうヘビージャークの方でちょっとね、攻撃に突っ込んでまいりましょう。どうだろう、一撃でどうだろう、ノック、ああ行くね。おー、なるほど、ちょっと顔の位置が神様の位置、ちょっと、おー強い強い強い、待って、スピードアップだからめちゃくちゃ速いんだわ。そういえば今思ったけど、あ、早いな、めちゃくちゃあっさり終わったよ。いや、さすがだね。うわー、これはいいですね。まあ次2章も多分同じ感じになるのかなと思うんですけど、あ、でも結構強いかもしんないね。うわー、ちょっと後でちょっと攻撃力とか、ちょっと後で数値とかもね、ちょっと後で確認しておこうかなと思うんですけども、やばいね、これね。すごい。さあ、じゃあお次、第2章いきます。さあ、ということで、お次は第2章でございます。まあ、2章に関してもですね、まあ、壁の方は出さずにヘビージャークだけでちょっとやっていこうかなと思います。あ、そうか。コストの方は5400に戻りましたのでね、まあ、若干ちょっと高いけど、ちょっとまあ、出すまでちょっと時間かかるんだよね。コストが高いのはね、5400円だからなかなかね、もう安い金額ではないからね、現実世界でもね。もう5400円あったらもういろいろなことができますからね、もう僕の食費2週間分ぐらいは行くんじゃないの。まあ、そこまで行かないかもしれませんけれども。まあ、そんなことはさておいて、もう早速ですね、やってまいりましょう。さあ、ということで、でね、サブアカの方もね、ヘビージャークの方当たったんだけど、そう、サブアカの方もね、一切ね、手つけてないんで、まあ、まだね、対悪魔に関してはね、サブアカに関してはまだまだ縁がないのかなとは思うんですけどもね、まあ、またとりあえず、まあ、いけるところも、今ですね、まあ、結構宇宙編とかもね、ガンガンちょっと進めていますので、また2章のね、最後のステージまでいければ、またちょっと動画の方でね、お披露目しようかなと思います。ちょっと取り巻きがね、めちゃくちゃ邪魔なのよ。めちゃくちゃ邪魔なんで、おらおらおら。まあ、でもこの攻撃でいけるんじゃないですか。あー、オッケーオッケーオッケー、次のノックバックから、でも強えな。こいつだけでいけちゃうんだもんね。ほら、攻撃の方もびっくりともしないから、あはは、強い。これはなかなか強いね。いやー、ということでございました。で、お次はですね、まあ、大本命の第、3章でございますけども、3章が一番、どうでしょうね。いけるかな。まあ、一応壁はちょっとね、ちゃんと出していきますので、まあ、壁ないとさすがに無理かなとはね、思いますんで、まあ、やっていきましょう。まあ、でも壁2種類でもしかしたらね、ちょっと壁だけでボスを出さずに行ってしまいそうな気がするんで、まあ、その辺もちょっとね、手をちょっと緩めながらもやっていこうかなと思います。あ、壁出しちゃうけど、まあ、いいか。もうボス倒したし、いいよね。うん、オッケーオッケーオッケー。こんな感じでやっていきましょう。よーし、じゃあ畳みかけて、お次は3章でございますんで、早速ですね、参りましょうか。はい、ということで終了、お次きまーす。さあ、ということで、これでラストでございます。3章、西表島ですね。早速やっていきましょうか。やべえ、コスト高えよ。7200はちょっと高いね。いやー、これはちょっと高いんですけれども、まあちょっと待ちましょうか。さすがにちょっとこれは高すぎるよね。7200。まあいいか。まあとりあえずちょっと生産できるまで待ちましょう。よーし、じゃあそろそろ出してまいります。はい、さあ、ということで、で、こっからもうね、ガンガンちょっと壁の方もね、出しつつちょっとやっていこうかなと思います。さすがにね、どうだろうね、ボス戦まで2周目入れればね、かなり楽になってくるんだけど、まあさすがにちょっと難しいのかなと思いますんで、まあ一応このね、まあ一体のこのヘビージャークだけでちょっとね、頑張っ
ていこうかなと思います。まあもうねどうだろう、出撃制限までちょっと壁出しすぎも良くないんで、まあうまくちょっと見つつって感じかな。そんな感じでやってまいりましょう。で一応ねどうだろうね、まあご要望があったらですね、まあヘビージャークをビビーラッシュでねちょっと大量に出す動画もね上げてもいいのかなと思いますので、まあそれはちょっとコメント次第で、決めようかなと思います。それかまあ自分のねあれですね気分次第で、やろうかなと思いますのでよろしくお願いします。まあこのキャラもね大量に出したらめちゃくちゃ面白いことになるのかなとね思うんでね。さあということであともう少しでボス戦でございますけれども、どうしようかな。あーでも意外と待って、壁がちょっと待って、だいぶ薄くなったね、ちょっと全然出してなかったね。オッケー。まあちょっとこのままどうしよう、このまま入ったら、あでもまだ BGM 変わってないから大丈夫そうですね。こっから BGM 変わったらねあれなんですけどもね。さあもう一回 OK、 BGM 変わりました。どうしよう、ブンブン、まあさすがに出すか、せっかくだからね。じゃあちょっと待って、壁の方がだいぶちょっと厚みを増してきたらちょっとブンブン出してもいいから、まあまだ多分出しちゃうと思うんで、一旦様子見ます。オッケーということでヘビージャークの方も2周目ですね、そろそろ出せそうなの。よしオッケー出して、でこっからちょっとニャンコ砲打ち込みまして、もうね対決していきましょう。もうさすがにねブンブン出さないでね終わりにするのはね正直ちょっと嫌なので、まあ、せっかくなんでねこのブンブン野郎をね倒して、今回動画を終わりにしようかなと思います。まあさすがにね、もう2体いるんで、まあ、勝てるんではないでしょうか。まあ、あとはもうひたすらもうね壁を出しながらこんな感じでね、見て回りましょうか。まあ、全然ちょっとビクともしてないんでねちょっと大丈夫なのかな不安なんですけどもね、ちょっと頑張っていきましょう。もうせっかくねレベル50レベルまでねちょっと上げたんでね、いやあんまりね最近ちょっと使わないキャラクターに関しては全然レベルとか上げてないんでね、もう30止まりなんでね、いやーまあそろそろちょっとキャッツアイの方もねまあ消化してもいいのかなって感じでございますけどもね。え待って全然びっくりとこしないんだけど、ちょっと頑張って、そうせめて頑張ろうよ。ちょっとああやっとこれ、このノックバックは何のノックバックだったの、にゃんこ砲だったのかな、ちょっと待って見てなかったわ、ちょっと予想見してたんだけど、もうあオッケーよしこっからいい勝負になってきたんじゃないですかね。じゃあこのままとりあえずね倒すまで様子見ていきましょうか。意外と多分最後のステージは結構時間かかって気がしますけどもね、まあそんなことはもうさておいていきましょうね。はい、あでもだいぶノックバックしてるんじゃないの、あとなんか 2,3 回ノックバックすればなんか、ああいけたわ、ああなんだもういっちゃったわ、あ意外と早く行きましたね。なんか序盤の方あれでしたけども、オッケー、これで終了でございます。ただおまけコーナーの方が一番時間かかったんじゃないのかな。まあカットも入れつつちょっとねお送りはね多分してるかなとは思いますけども、こんな感じでございました。またですね、また新キャラクターなりね他のキャラクターがね、ちょっと使う場面はまたこんな感じでいつも通りね日本編から3種のね両本島でちょっとね、まあ実験的にまあ使っていく動画の方もねやっていきますんでよろしくお願いします。はい、ということでおまけコーナーは以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。